あなたも新しく生まれ変わる。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ヨハネの福音書3章3節。私の母は今87歳、今度の誕生日で88歳、米寿を迎えます。母は生まれつき目が悪く、全盲ではないのですが一級視覚障害者でした。そんなわけで母は幼い頃からいじめられることもあり、とても暗い思春期、青春期を過ごしていました。いつも目さえ悪くなければもっと幸せな人生を送れたのにと思っていたようです。17歳の頃、盲学校の先輩にとても優しい青年がおり、母も淡い恋心を抱いたようです。その人がクリスチャンだったので、母も生まれて初めて教会に足を運びました。そこで母は聖書の話を聞き、キリストに出会ったのです。今まで目さえ良ければもっと幸せだったと思っていたけれど、そうではない、私の中にある罪が不幸の原因だったのだ。そしてそのためにキリストが十字架で死んでくださり、私をその不幸と苦しみから救い出してくださるのだと分かったとき、母は十字架の前で悔い改めながら涙が止まらなかったそうです。それから母は明るくなりました。私の知っている母はとても明るい母です。神様の愛を知って母は生まれ変わったのです。母は目が悪いことさえ喜んでいます。目が見えないから見えるものがある。母はそう言って穏やかに笑います。イエス・キリストの愛を知ったとき、母の人生は喜びに満ちたものとなりました。キリストの愛に出会うとき、人は新しく生まれ変われるのです。あなたも新しく生まれ変わることができるのです。あなたもイエス・キリストに愛されているからです。